10回ぐらい横にずれちゃって、もっと入りたいと思うんですね。はい、言われてます。
難しい、上げる方。まあ試合後なんでね、ちょっと勝たないとけない逆に勝たないとね、試合疲れてるのか。今回松井大輔選手の試合の密着を僕のチャンネルでさせてもらって、 YSCC さんのボレー対決、あと松井大輔 YouTube チャンネルで、後編ダブル大輔という展開で、やらせてもらいました。チャンネル登録、高評価、コメントをぜひ皆さんよろしくお願いします。あとホームゲームまだまだあります。YSCC横浜フットサル、ホームゲームたくさんの人に来ていただけるのがすごくありがたいので、概要欄の方に貼らせていただきますので、皆さんぜひぜひご来場いただいて応援して